ゴミクズニートの編集そっくり、声が嵐の相葉くん。そんな俺はイリュージョン。はっ、ゴミ場でしょうか。ちょっとやめろ、お前ゴミ場なんて言ったらお前視聴者に叩かれんぞ。ああ、お前叩かれたら金ねえんだからお前罰金払えんのか。ああ、すまんすまん。そう、ゴミ場はやめよう。じゃあ俺の名前はニーバだ。お前それでお前な、面白いと思ってんの？本当に面白いかさ、おばあちゃんに聞いてみろよ。私はわかりません。やっほいねえからよ、気合入れていくぞ。絶対に負けられねえ。
金がなくなった1万5000円が1500円になった。これは宝くじかよ。